ジェームズ・ミッチェナー、ジェームズ・アルバート・ミッチェナーは、米国の小説家で、彼の40以上の著作は主に家族の歴史物語で、出版当時のベストセラー作家であった。ジェームズ・ミッチェナー、1985年ミッチェナーは、自分の出生や幼少時のことに関して多くを語っていないが、ペンシルバニア州生まれと言われている。スワースモア大学を優秀な成績で卒業して、 北コロラド大学で修士号を得ている。1939年から1年間、ハーバード大学で教えた後に、マクミラン社で編集者も務めた。第二次世界大戦中、ミッチェナーはアメリカ海軍にいて、南太平洋戦線にいて、この時から著作を開始している。この経験から、最初の著作、南太平洋物語を書いている。彼は3回結婚していて、 三回目は日系のマリー・ヨリコ・サブサワと結婚している。1997年にテキサス州オースティンで亡くなった。ミッチェナーは第二次世界大戦中に南太平洋で従軍した経験に基づいた最初の著作南太平洋物語を出版し、これは翌年にピューリッツァーショーフィクション部門を終えていて、後にオスカー・ハマースタイン脚本。 リチャード・ロジャース作曲のミュージカル南太平洋のもとになった。主な著作は現地の出版と詩順に次の通り。主要な著作がミュージカル、映画、テレビになっている。ジェームズ・ミッチェナー、ジェームズ・ミッチェナーの本ありがとうございます。